感謝してるわけですよ。一発の社会人にしてもらえてるわけだから。なんでこんなことをやってるかっていう話。なんで自衛官応援チャンネルをしてて、自衛官向けにエンジニアになりませんかっていうスクールをやろうっていう。そもそも僕が入った時ってもう30年近く前で、その時代ってまあ今ほどインテリじゃない人たちもいっぱい自衛隊入ってきて、まあどっちかっていうとあんまり高校の時一生懸命勉強してない人たちが多いのに入ってくるっていう時代が、言ったらろくでもない高校生だったのが自衛隊入って教育されるわけだ。で、前期教育3ヶ月、後期教育3ヶ月間で、計6ヶ月ぐらい教育を受け、部隊に配属されて、で、その中でも日々教育されながら活動するわけじゃん。で、4年もいるとさ、偉いもんで、真面目にね、取り組んでたらそれなりになるわけよ。まあ、当時から言われてたのは、だいたい2任期ぐらいやらないと、まあ、就職的にも有利にならないから、まあ、最低2任期はやるよ、みたいな、まあ、そういう風潮があったわけ。なんで二人期かっていうと、後輩ができんだよね。言ったら一種とか二種で入ってきた後輩たちに対して指導をしたりとかっていうことをする立場になるからさ。なんでマネジメントっていうほどマネジメントじゃないんだけど、全く何もマネジメントしてない人たちよりは人をね動かす方の役割も担うわけで、この経験っていうのがあるっていうのが、まあ一つアドバンテージになるよっていうような観点からでね、二人期ぐらいやった方がいいよっていうのが言われてたわけ。まあ僕の場合はたまたまね、この辞めた後エンジニアの方に行ったんだけども、2人期やって4年だから、で新卒で入ってくる大卒の人たちもだいたい4年でしょ。まあ彼らはね、まあいろんな学習してきてるわけでね、中には理系から来てるやつなっていうのはもう技術的なところとか分かって入ってきてるわけじゃん。研修とか受けててもさ、まあ全然違うんだよね、学ぶスピードっていうのが。なんだけど僕は僕で自衛隊の時に学んだことを使ってやっていくしかないじゃん。自衛隊の時に学んだことをしっかりね、今の社会に照らし合わせてとか、この会社に合わせて考えた時どう行動すべきかなみたいな考えて動いていったっていうのが今の自分をね作ってるんだけど、自衛隊に入んなかったらそもそもこの大学出て入ってくるような人たちと肩を並べて仕事するようなこともなかったろうしね。考えるとやっぱり感謝してるわけですよ。ここでしっかりろくでもない高校生活を送ってたやつが一発の社会人にしてもらえてるわけだから。なのでそれはやっぱり自衛隊っていうものに対して僕は恩があって、後輩たちにもう何か力になれたらなと思ってるわけ。